ブリブリ。え？ブリブリ。何の音？ブリブリ。何の音？君たち、うんちは好きですか？好きじゃありません。今日はね、ダイソーで面白いカードゲームが売ってたので買ってきました。はい。その名も、うんち集めポーカー。うんちを集めて強さを競えということでね、うんちが題材のカードゲームです。はい、カードを引いて強いコンビネーションのうんちを集めよう。強いうんちをね揃えた人が勝ちですよ。はい、はい、まあ、どんな感じなのか今回やっていきたいと思います。はい、こちらでよ。はい、じゃあ簡単にルール説明をしていきます。はいはい、カードを切って全員に5枚ずつ配ります。はい、で1人ずつ、カードを手札をね交換していくわけなんですけれども、はいはい、まあ、いらないカードをね、場に捨てます。うん、そしたら捨てた分だけ新しいカードを引きます。はい、で交換するカードの枚数は自由、パスも OK。うん、はい、でカードを捨てるときは見えないようにね捨てましょうっていうことです。はい、はい、全員3回交換が終わったら、うん、手札をオープンします。はい、で最終的に強いコンビネーションを作った人が勝ちです。はい、でちなみにですね、このトイレカードというものがあるんですけれども、トイレカードはプレイヤーの誰にでも渡すことができます。はい、もらった人は自分のね手札全部トイレに流れてしまいます。オーマイガー。じゃあ、はい、場に捨てなければいけません。はい、そして新しく5枚引きます。でトイレカードを渡した人も手札が5枚にならなきゃいけないので1枚引きますね。はい、はい、まあ、使わなくてもいいし捨てちゃっても OK です。はい、それでは手札を紹介していきます。はい、ミニウンチ、ハーフウンチ、並盛りウンチ、中盛りウンチ、大盛りウンチ、特盛りウンチ、メガ盛りウンチ、やば、盛り盛りでしょ、キング盛りウンチ、やば。はい、そして、トイレカードですね。はい、じゃあやってみよう。はい、シャッホー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 。さあ、じゃあやっていきましょう。はい、じゃあ誰が最初にやりますか？時計回り、うん、かなとから時計回りでいこうか。だから俺最後。うん、3回ね。うん、よし。ちなみにパパの札はこんな感じです。はい、見えない見えない。それは見せないよ。なんだろう。はい、じゃあそれではうんち集めポーカースタート。はい、じゃあ3つ捨てます。お、はい、お、3つ捨てば1、2、3。 OK OK、 どうぞパパ。いや、パパ、パパは1枚捨てます。はい、1枚引けます。はっ、おお、おお、何ですか俺の超技全然全然。まあ捨てるのはね何枚でもいいからね。うん、うん、そう、これでシオンのデッキがリセットされました。はい、はい、じゃあ2周目、3捨てします。またはい、1枚2枚3枚。おお、うんうん、いいかも。マジか。じゃあパパは1枚捨てます。ああ、全部いらないから、ね、だな。よし、1枚。こんな感じ。はい、出ました。じゃあ、さあ、じゃあ3周目、最終ですね。はい、1捨て1捨て、カモン。あじゃあパパも1捨て1枚引きます。だよ、なんでだよ。じゃあ3個捨て、3捨て、3、お、終了終了。さあ、3周終わりました。はい、はい、これでみんなのね手札を出して勝敗が決まります。はい、いきますよ。はい、せーの。俺負けた。みんなみんな、パパはこんな感じ。はい、カナトはこんな感じ。シオンくんもこんな感じ。みんなね、同じカードが2枚ずつありますね。はい、はい、この場合はですね、うん、コンビネーションね、いろいろ種類あるんですけれども、はい、ダブルデートうんちだね。ダブルデートうんちです。はい、星2のコンビネーションですね。はいはい、同じコンビネーションになってしまった場合はですね、この数字が高い人が勝ちです。はい、はい、というわけで見ていきましょう。はい、シオン君は1と6、うん、カナトは2と6、パパは4と7なので、パパの勝ちです。
はい、こんな感じです。面白かったじゃん。もう一回やってみる。いや、一回トイレがまだ一回も出てない気がする。じゃあもう一回行くよ。はい、さあ、じゃあ第2回戦パパこんな感じです。わお、はい、じゃあ今度はしおんくんから時計回りでいこうか。はい、はい、どうぞ。うんち集めポーカースタート。スタート。じゃあ4捨て4捨て4捨てめっちゃ捨てるじゃん。いいね、いいもの出た。俺も4捨てよ。4捨て。はい、1枚2枚3枚4枚おおおお、うんうん、パパいきますね。1枚捨てます。じゃあボボにあげる。マジかよ。え、どんな感じだったんだろう。ダブルデートうんちくんです。しかもキングモリうんちあった。あ、本当だ。最悪じゃんそれ。はい、トイレ流れます。1、5の前に、はあ、いや、あ、見てくださいこんな感じです。良さそうな感じ。うわ、じゃあ私は2個捨て。はい、じゃあ1枚。おお、2枚。 OK。 はい、やば、めっちゃいいぞこれ。はい、ガナトくん。トイレ、トイレ。どんなカードだったの、どんなカードだったの。トリプルウンチだったのに。誰見せて。本当だ、トリプルウンチだった。ガナトの札こんな感じだった。うわー、これ結構強かったね。はい、捨ててください。1枚、2枚、3枚揃うとウンチファミリー。4枚、5枚捨てます。じゃあ、4捨て。4捨てします。4枚、オッケー。お、うんうん、うん、はい、よいしょ。おお、素晴らしい。はい、終了。はい、さあ第2回戦はどんな感じになるんでしょうかね。はい、いきますよ、はい、せーの。はい、パパの手札こんな感じ。はい、かなとくんの手札こんな感じ。はい、そしてしおんくんの手札こんな感じ。やば、神じゃん。というわけで、こちらですね、しおんくんが4枚同じカードを揃えて、うんちカルテット星4のコンビネーションです。で、パパは同じカード3枚と2枚、はい、ね、というわけでうんちファミリーというコンビネーションで、カナとは同じカードが2枚しか揃ってなかったのでカップルうんち、一番弱いやつ、はい、星1のコンビネーション。星1というわけで、しおんくん勝利。第3回戦いこう。はい、じゃあ次はパパから。じゃあ早速使いたいと思います。かなとくん。もうやキングウンチ2個揃ってたのに。ああ、そっか。シオンとパパがキングウンチだったら、あれ、なんか2個のやつだったら分かってたのに。はい、じゃあ早速全特会です。うん、でもさ、これ最初に使われたらさ、逆にさ、良くないカードだったらいいよね。ありがとうパパ。あ、ほんと？めっちゃ嬉しいんだけど。やったー。はい、しおんくんです。4枚か。4枚捨てですか。4捨て。4捨て。はい、ガナト。はい、あれ2個捨てます。 2個捨て。2枚。お、2周目パパ。お、おお、なんか嫌な予感がする。これしおんくん2枚捨て。はい、かなとくん、はい、2捨て。はい、マジで、まあ、さっきの方が良かった。最終ですね。はい、パパはパスします。はい、マジで、マジかよ。何だったのパパ、どういう感じ。パパはね、うんちステップって言って、5つのうんちが順番になってるコンビネーションだったんですけれども。それ何ぐらいやったの。これは星3ですね。星3、はい、本当だ。さよなら。1、うーわ、最低。まず最低。じゃあ2捨て。はい、というわけで終了。はい、3回戦目、せーの。
パパの手札はこんな感じ、ナナト君の手札はこんな感じ、シオン君の手札はこんな感じ。パパはカップルうんち、シオン君はダブルデートうんち、カナト君はトリプルうんち。ダブルデートうんちとトリプルうんちはこっちが2個2つ一緒か。そうするとどっちが強いんだろうね。これでもさ、あれだよ、あの緑 上がある、上にあれば上にあるほど強いってことだから、うん、俺の勝ちでいいんじゃない。はい、この場合はトリプルウンチ揃えたカナト君の勝利。やったー。ダーシマ動画チャンネルオリジナルグッズ好評販売中。はい、というわけで今日はこちらのうんち集めポーカーで遊んでみました。はい、どうだった？めっちゃ面白かったルール簡単だしね、うん、すごいみんなでね楽しめるんじゃないかなと思います。はい、全部流しちゃったぜダイソーに売ってますので皆さんもぜひ遊んでみてはいかがでしょうか。いかがでしょうか。そんなわけで今日も最後までご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメントもお願いします。お願いします。おすすめの動画も見てね。そんなわけで今日はこの辺でバイバーイブリブリまたブリブリ。ダーシマ公式 LINE ができたよ。僕たちの友達になろう。